闘牛列をお届けしております。さあ、2月14日、えーと、闘牛大会が開催されますが、これが主催が石川闘牛大会。まあ、毎年、ね、2月になるとこの時期、旧正月大闘牛大会と、いうことで行っておりますが、そうなんですよ。そうだ、これ去年の旧正月からまず始まったんですね。えーと、沖縄闘牛界にとってショッキングな。 出来事が。あのカードが実現するということで、まず話題になったんですよね。えー、思い出しました。去年の2月、旧正月投球大会の C の1番で予定されていたのが、そうですよ。ドルですよ。ドル。ドル VS ウェッチ大砲というカードが、これ去年ね、C の1番戦で予定されていて、正式発表になる前でしたね。 関係者の中ではもう噂が広まっていって、うわ、これはやばい、やばいカードが組まれたなと。というのも、えまずえ、ドルが、デビュー戦で、 あれだったな、デビュー戦で当時10連勝していた、優勝連勝をデビュー戦で破り、うわ、とんでもない大物ルーキーが現れたな、ということを印象づけて、さあ今後この牛に勝てる牛がどうやって出てくるんだろう、ということで思っていたら、えー、確かその年の9月でしたっけ、えー、若地市会主催の闘牛大会で、えー、当時7連勝。 ま、この牛も、後のチャンピオン候補、全頭一候補と言われていた、丸章組人流、7戦全勝の牛に、徳之島からのトレード牛、えー、元井大砲小鉄愛よが名前を改め、植え地大砲に改名。そう、丸章組人流と植え地大砲が戦って、えー、わずか1分弱。はい。あの7、7連勝の牛を、植え地大砲が、柵に貼り付けて、腹取りで勝利をするという、このね、お互いが、 もう印象が強い。もう闘牛ファンが度肝を抜かれた。そういった勝ち方を見せた。あ、これもしかしたらこれ、なんだろう。実現することはないかもしれんけど、ドルとウエチ大砲が見たいというファンが多かった中で、これが2月の旧正月大会で実現するという話が上がった時に、もう闘牛ファン、全国の闘牛ファンが、 えマジかマジかと騒いだ。え、あれがもう一年前ですよ。お楽しみにしてたんですよね。そう、僕もね、だから去年のあの時に、うわ、これ以上のカードは2020年生まれないんじゃないかというぐらい、もう夢の夢の夢のマッチカード。ああタイトルマッチ以上の、そう素晴らしいカードが組まれたなと思っていたんですよ。で、ところが、ま、その時に、 ま、コロナよりも前ですね。1ヶ月前2月だったので、あのー、その時には、これも忘れてはいけませんよ。もう豚熱ですね。トンコレラ。えー、あの時はもう沖縄はこの1月から2月にかけてはもうトンコレラで、特にうるま市もそうですけど、石川多目的ドームも、ね、トラックの消毒ポイントになっていて、えー、あの時からね、本当に大変な一年が続いたなという印象でしたね。この旧正月闘牛大会は、まあ、豚熱の影響で、 うん。まあ、大会自体を、まあ、中止、自粛して、じゃあ今後大会がいつ再開できるのかと。じゃあ3月はどうなんだと。いうふうになった時に3月にはもう、コロナウイルスの影響で全ての大会が中止というふうになってしまいました。あ、はあ、そっか。1年前の話題がそれでしたね。さあ今回のこの旧正月闘牛大会、どういったカードが組まれるかというと、まあ、全10試合を予定されているそうですが、 今日発表できるのはまだ、あのー、C の一番線のみ、ちょっと紹介していきましょう。えー、石川闘牛大会、旧正月闘牛大会、今度2月14日に開催されますが、その大会の C の一番線は、はい、石川闘牛組合、東西琥珀、VS、牛島という対戦が決まっているそうですね。おー。 これまだお互いデビューから次2戦目じゃないですかまず、東西古白。どういった牛かというのを紹介していきますと、えっと、デビューしたのが、去年の11月か。えー、石川闘牛大会でデビュー戦。えー、っと、この牛は、あのー、名牛、中量級、そして無差別級でも活躍したリムジンの子に当たる牛ですね。で、これ番組でも紹介しましたリムジンの子供。 えっと、同じ石川闘牛組合、ギノザー牛舎にありますが、平田ひとみさんの愛牛、新力ベイビーという牛が、えー、この間正月大会で、えー、っと、8、8勝1敗の高成績を残している徳田亜光を破ったことでも注目される存在となりました。で、その、リムジンの、えー、異なる牛が、実はもう一頭いまして、それが闘性琥珀なんですね。お父さんは、 お互いに、リムジンなんですが、お母さんが異なっています。はい。異母兄弟という形ですね。生まれた年月もわずか2ヶ月違いぐらいだと言っておりましたが、お互いに、過去には東牛候補審査会で第1類、第2類で優等牛を獲得しています。そうなんですよ。デビューする前から注目されているベイビーとこの東西琥珀。まあ、東西琥珀デビュー戦は難なく勝利ということで、まだその実力、はっきりとしてこの実力は見られていませんが、 2月10日旧正月投球大会では牛島と対戦です。さあ、徳之島からトレードされてきたこの牛島。まあ、この牛も前回は赤飯との試合で、まあ、あっという間に勝負が終わってしまったので、互いに実力がどこまでのものを秘めているのか、ちょっとまだ判断は難しいところではあります。はい。うん。ただ、 いきなりこれを旧正月ですよ。今まで長い歴史のあるこの旧正月投球大会の C の一番線メインマッチに持ってくるということは、これも主催者も大会自体を盛り上げきれるこのカードで十分お客さんを満足できると踏んでのことでしょう。はい。ぜひこれ注目していきたいと思いますよ。方法まあその他のカードが来週ぐらいには発表できますかね。えっ、ー、と、おそらくこの試合以外にも 他にもいいカードが組まれているはずですので、紹介していきたいと思います。そっか、2月14日といえばバレンタインに当たってます。うん。2月14日、旧正月大東急大会。えー、おそらくこれからまたあのー、前売り券の情報なども出てくると思いますが、うん。えー、来週が2月1日か。 え、大会2週間前発表できたらなと思っております。その時には主催の石川東牛組合の方にも話を聞いておきますね。えー、予定としては2月14日。もちろん今回もあの人数制限1400人規模で行っていく予定です。当日券なのか、前売り券なのかというところは、えー、来週の放送で発表していきますのでよろしくお願いします。さあ、それではここで一曲お届けしましょう。お送りする曲、テイカズマ、ディマイノソラ。